ッチ行政情報番組まるっとつガイドです。さて、いよいよ世界的スポーツの祭典オリンピックが今月26日から開幕です。注目している選手や競技などありますか？日本選手の活躍などどんなドラマが繰り広げられるのか期待が高まります。日本とパリの時差を見ると日本が7時間進んでいますので、リアルタイムに競技を楽しもうと思うと寝不足に注意しないといけないかもしれませんね。この後の街の出来事では、オリンピックに挑む津市出身の選手に向けた応援事業についてご紹介していきます。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、パリオリンピックに出場する津市出身選手に向けた応援事業についてと、7月3日に行われた中学校の部活動の存続を図るための合同練習会の様子をお送りします。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボでは、暑さに負けない水分補給をテーマにお送りします。津市の放課後児童クラブの活動の様子を紹介するコーナー、探検学童クラブ。今回は放課後児童クラブカラフルが登場します。定例記者会見での市長からの発表内容をお伝えします。